ミス日本、ミス着物は。エントリーナンバー7番、佐藤梨紗子さんです。おめでとうございます。エントリーナンバー7番、佐藤梨紗子と申します。私の人生のテーマは健康と挑戦です。好きなものを好きなだけ食べたいというきっかけでヨガとキックボクシングを始めました。一時期はどれだけ食べても痩せすぎてしまうほどのめり込んだ時期もあります。よく食べ、よく動き、とても健康的な生活を送っているので今までに一度も風邪をひいたことがありません。食事と運動を通して健康に興味を持ち栄養の勉強を始めました。子ども食堂の問題や食品ロスの問題を知ってからは微力ですが自分でできる活動を行っております。また自分一人で直接関われる人数は限られていると考えデジタル技術に興味を持ちました。発信してより多くの人と関わりたいという思いから情報の勉強に挑戦しております。健康と挑戦をテーマに社会にインパクトを残します。ミス日本コンテストの活動をそのきっかけとしたいと考えております。あなたがミス日本ファイナリストになってから直面した壁を教えてください。そしてその壁を乗り越えるためどのような行いをしたか具体的に教えてください。私は人前で話すことがとても苦手でした。ファイナリストに選ばれてからの4ヶ月間勉強会の中でコミュニケーションの勉強がありました。その際に初めて自分の本音を話したとき思わず涙があふれました。自分の伝えられなかった思いやその考えていることを人に伝えるということはとても素晴らしいことだと気づきました。ファイナリストに選ばれてからこの本番の日まで毎日毎日他のファイナリストの方とよりももっとうまく話せるように毎日毎日日々練習を重ねてきました。これが私がファイナリストになってから直面した出来事です。あなたが今後女性として新たに切り開きたい分野、またあえて踏み出したい分野があったらぜひ教えてください。私は健康と挑戦をテーマにしています。将来の子どもたちが夢や目標に挑戦できるように私が健康や栄養を通してサポートできたらなと思っております。私の母校の創設者であります大妻小高さんはわずか1900年の明治時代という中に24歳という若さで私塾を設立いたしました。大妻小高先生のように社会の常識を変えていけるそんな女性になりたいと考えております。ミス日本、ミス着物は。エントリーナンバー7番、佐藤梨紗子さんです。おめでとうございます。テアラが授与されます。佐藤さんは食品ロスや飢餓などの問題点を知り、ささやかですが自分ができる活動もしているということです。健康の大切さも世に広めたいと
ということでしたんでね。さあ改めまして7番の佐藤梨紗子さんに大きな拍手をお願いいたします。